ロサンゼルスドジャースの大谷翔平が送ったグローブを展示した大分県別府市の対応について、米ドジャース専門サイトドッジアーブルーが注目。1月29日の記事で日本での報道をもとに一連の経緯を伝えた。日本では、年末から大谷グローブを手にした児童がキャッチボールをするトピックが全国各地で報じられているが、中には物議を醸す話題もあった。同メディアは、大分県別府市は1月初めにグローブを受け取ったが、すぐに小学校に届けなかった。代わりに市役所で展示し、この対応が批判を受けたと報じた。自己満なんやろね。普通は人にプレゼントされたものを勝手に開けて眺めたりしないと思うんだけど、市長は言い訳した上に子供より先にグローブをはめたという情報もある。大谷さんの言葉の意味を理解できずに勝手なことをするような人たち。大谷選手の意図をちゃんと汲み取ってほしい。大分県民として本当に申し訳ないし情けない。こんなことで有名になるなんて市民がかわいそう。子供に与えるべきものを大人の都合で取り上げて自慢する。それも役所の上役やってる人物は自分のやってることが間違いないと勘違いしてる人多いからね。大谷の爪の赤を飲ませよう。小学校の子供たちに送られたものを一時的とはいえ私物化した罪は大きい。野球部以外に触らせもしない学校もあるらしい。これほど恥ずかしいことはない。大谷の目的は子供たちに野球に興味を持ってもらうこと。大谷のグラブかっこいいやろって見せつけて自慢するやつやん。飾るものではなく子供たちが野球の楽しさを大谷のおかげでもっと知るいい機会なのにね。市長を含み関係したし職員は全員クビでいい。クビにするほどのことじゃないでしょ。こういう過剰な批判の方が大谷さんの意図に反するだろ。大谷さんは市民に見せたくて配布したのではない。盗まれようが展示されようが、結果的に野球をする子が増えることが最大の成功。ワールドワイドな市長となってしまった。人の善意をちょっとぐらい依然としたのがまずかった。いい大人が恥ずかしい。